What's up, your Rosen haters? It's Hardison. 前回の Ask Hardison をした時に、ファッションや美髪を教えてくださいみたいなコメントをいただいていたので、今回はその話をしたいと思います。まず髪の毛なんですけど、私どうなんだろうな。なんかそもそもそこまで美髪というあれでもない気がするんだけど、なんか背景が黒いし、私の髪も黒いから、なんかわかりづらいけど、どうなんですかね、これ。美髪なのかな?わかりません、自分が美髪かどうか。とにかく、私、今これ全部地毛なんですよね。全然染めてないんですけど、今は、もう、H&S のシャンプーしか使ってません。もうそれだけ。コンディショナーとかもなし。もう全くのゼロ。いや、1。H&S のシャンプー。一つだけですね。でも、前は、結構、こんな感じで、やんちゃしてたので、髪の毛ピンクにしたりとか、青にしたりとか、銀髪にしたりとか、ブロンダー結構しょっちゅうなってたので、髪が傷んでる状態っていうのが結構日常だったんですよね。だからすごくそっちのヘアケアの方も詳しくはなったんですけど、なんで私がおすすめする商品があるので、もしなんかこう髪染めすぎで髪傷んじゃってるとか、毛先やべえとか、櫛が通らねえとか、そういう人がいたら試してもらっていいのかなと思います。でも、最初に、とくと個人差あるんですよね、やっぱり。だからこれだけシャンプーとかその美髪製品みたいなのっていっぱい種類があるんですよね。1ヶ月使わないとわからないとか言うじゃないですか。でもいいもんは結局1回使えばわかるんですよね。なんでサンプルで1回試してみた方がいいと思います。まずは椿なんですけど、スプレーみたいな商品があるんですよね。多分2種類あって、1個がしっとりまとまるタイプで、もう1個がなんかサラサラタイプみたいなやつがあって、これって本当にシュッてした瞬間からゴワゴワなのがもう髪がもうサラーンってもう通っちゃうみたいな指通りが。だから結構効果があって、なんで朝、家出る前とかにやってましたね。ブロンドの時とか。次がロレアルなんですけど、Extraordinary Oil っていうシリーズがあるんですよね。まあ、この辺に出しときますね。サラサラフィニッシュ、リッチフィニッシュ、エクストラリッチフィニッシュ、オイルセラム、ピュアセラム。っていうやつがあって、このセラムシリーズが傷んだ髪を直してくれるみたいな、集中補修みたいな感じらしいんですけど、私はこれのオイルセラムの方を使ってました。私結構頭皮もだし、顔もどこももう皮脂ドバドバタイプなんですよ。だから、頭皮近くにつけちゃうと大変なことになるんで、ベタベタになっちゃって。なんで、毛先の傷んで広がっちゃってる部分とかに集中して、もう洗い終わった直後の髪で、乾かさないで塗って、出ましたね。で、これ結構良くておすすめですね。髪はわりかしもうその2つさえやってればどこのトリートメントとコンディショナー使っても一緒かなみたいな感じするんですけど、割ともういけっかなって感じはします。で、まあ髪はだいたいそんな感じですね。で、次がファッションなんですけど、基本ずっと T シャツとか冬になったらスウェッシャーなので、あんま、こう、おしゃれみたいな感じではないんですよね。ただ、こだわりとしては、T シャツも、スウェットシャツも、自分で作ってるっていう、とこですね。この T シャツも、そうなんですけど、これ。これが、レオ・ヤティっていう、ラッパーの人がいて、そのツイートが結構面白かったんですよね。当時、スクショいっぱい撮って、一番いいやつを、T シャツにしちゃったっていうやつなんですけど、あとはブルックリン99の T シャツとかも作っちゃってるし、多分もう皆さんもう何回も見てると思うんですけど、この Netflix シリーズも T シャツとスウェットシャツと両方作ってて、弟とおそろっぴでーす。絶対キモいって言われる、これ後で。どうしよう。そんな感じでもう量産してるので、自分が本当に着たいなって思えるこう T シャツとかスウェットシャツとかが見つけれない感じになってきたんですよね。なんか Forever 21とか全然まだまだ面白いやつ結構あるんですけど、それでもやっぱなんか自分で作った方がいいなって思えるようになっちゃったんで、今のところはオリジナルプリントっていうところでいつも作ってます。基本私仕事とかも自転車なので、スカートとかも車の時、お酒飲まない時
とか気合い入れて遊ぶ時とかしか履けなくなっちゃったので、あんまりだから下半身の方にはこだわりないですね。ちなみに私今洗っても洗っても色褪せない黒のストレッチパンツみたいなのを探してるので、ちょっともし心当たりある方いたら教えてください。そうですね、なんでそんな感じでファッションあんま新しいものをバンバン買うというよりもずっと同じ服着てるみたいな感じなので、あんまりこう見てても面白いもんじゃないのかなって思います。なんかすみません、ご期待に添えませんで、とりあえず髪の毛と、服に関してはそんな感じですね。参考になったかわかんないですけど、また何か他に何かリクエストや質問等がある場合は下の方にコメントお願いします。ではバイ。